で、電圧をですね、ここぐらいまで 200kV ぐらいまで上げているところになると、朝から始めるちょうどね昼前ぐらいに EDS の液体窒素を入れるところになります。これ今自作のマニュアルでちょっといろいろ書き記してあるんですけど、ここのねフィルっていうところがね、あの緑に点灯すると液体窒素を入れる状態になります。ちょっと見てみましょう。ちょうどこちら見ると分かると思うんですけど、ここにフィルっていうのが書いててます。なのでこのフィルが出てますんで、液体窒素を入れられる状況になってます。液体窒素を入れます。液体窒素を入れるときはここに台座があるので、そこに乗ってゴロロとここに入れてやります。まあちょっと見せますんで、まあ、ちょっとさね、まず脚立でちょっと固定しますね。待ってくださいね。これはね、片手ではなかなか難しいよね。んで、もうちょっとですね、ちょっと待ってくださいね。いろいろな姿が映っちゃうといかんので。まあ、個人特定されかねないんですけど、皆さんの役に立つように、できるだけ個人が特定されない方がいいです。で、なんでかっていうとですね、誰がやってるのか分かんないと、真偽がですね、定かじゃなくなるんですね。権威効果がなくなるので、本当に正しいやり方だったら、本当に正しいんだというのは分かる。分かる人には分かるよ。まず一緒です。最初にちょこっとだけ入れます。どんな風に映ってるのか分かんないんで、あまり見えないようにしますけど、映りたくないです。入れます。250ml ぐらい入れればいいですかね。入れます。そしたら、最初にやったアンチコンタミネーターと一緒のような現象が起こります。ちょっと待っててください。ブワッとね、なりますね。ふわっと広がるのが見える、出てくるなると思います。
あ、これはそんなに分かりやすい形にはならなかったですね。ちょっと入れる量が多かったかもしれないですね。うまくやるとブワッてなるんですけど、もうちょっと後になるかもしれないですね。まあそれほど急ぐことではないのであれですけど、まあなんて言うんですかね、蓋は本当はそんなに開けておくのも良くないんですよね。難しいところですね。あのアンチコンタミネーターの左側のアンチコンタミネーターと違って、この EDS の場合は加熱する機構がついてないので、中にあの塩や水が溜まるとね、あの良くないんですよね。あ、まあどちらにせよ今見て分かる通り、煙と言ってはいいのか分からないですけど、窒素の蒸気、まあじゃないか、白く見えてるから、大気中の凍ってるのが見えてるのか、まあいい、まあ白い煙みたいな、煙ではないけど、白いものがもうだいぶ減ってますよね。ですからこれでもう継ぎ足していいと思います。合計で1リットル入れるぐらいでいいかなと思います。はい、ちょっと最初入れすぎちゃったんで、ちょうどこれで1リットル飲むと思います。今飲んでました。入れればいいですからね。ちょっと今そう見えないんで結構早く入ってるかもしれないです。皆さんはゆっくりでいいです。そんなに早く入れなくていいです。ゆっくり、こぼれないようにゆっくり。ちょっと、これを取り出して下に置いて、でこれをねカーブしますね。これでいいですね。でこれで脂質が入れ終わりました。あ、正確なマニュアルは最初 0.5 リットルで2回目が 1.01 リットル入れるって書いてありますね。まあまあ大体いいです。あんまりたくさん入れても、それほどまあまあ十分持ちます。でまあこれでいいです。まあさっきの量ぐらい、まあマニュアルには 0.5 最初の1回目で、2回目の時に 1.0 って書いてあります。まあそれに入れてもらえばいいと思います。でこのあと1時間後ぐらいにまた別のランプが点灯するします。またそれは1時間後説明しようかなと思いますけど、あ、ちょっとあれかな、今からできるか、待ってくださいね。でこれ液体窒素を入れますと、ここの1時間後にここのレディがオンに、レディがここが光るはずです。1時間後にね、なのでちょうどこれ液体窒素を入れた後にご飯にするのがよろしいかなと思います。こんな感じですね。まあこんな感じです。EDS のまあ液体窒素入れはこんな感じということで終わりますね。